それは新生活が始まる季節、心が弾む季節。あれ、なんか始まった。新社会人や新入生の皆さん、まずはおめでとうございます。不安な気持ちもあるかと思いますが、楽しいこともたくさん待っているはず。もし行き詰まってしまっても焦らないで、あなたには聞く身がついています。素敵な新生活を送ってくださいね。じゃあ萌えさん、ミーティングしますか。え、演説？え、オリエンテーション始まったやつ。大丈夫。わあ、もう十分伝わったはずだから、ミーティングしよ。ナインサロンじゃん。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌えです。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人きりの秘密の会議をお届けしていきます。ちゃんと読んだ。うん。ということで、この番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、木曜日はこちらのコーナーをお届け。ピクシスは女性ユニットです。男子リスナーからは女の子への疑問やイメージを送ってもらい、女子リスナーからは私たちに共感してほしい話題を募集して、私たちピクシスは女性ユニットであるということを改めてみんなに認識してもらうコーナーです。うん。さあ、私たちの意見を新生活に取り入れてほしいものですね。ではピクミンネームシルバーさんからです。ミクさん、はい、萌えさん、こんばんは。こんばんは。私は声優ラジオの裏表を読んでいます。その中でゆうひちゃんとやすみちゃんの言い合いから、女性ってボキャブラリーが広いんじゃないかなと思いました。次から次へとお互いに気持ちをぶつけていて、しかも言葉のチョイスがすごいなと思いました。どうして女性の語彙力がすごいのか、ぜひ教えてください。これはね、2月高先生の語彙力がすごいんだよ。そうだよ。女の子でも語彙力ない子はないから。男女関係なくな。男女ね、全然関係ないと思う。語彙力ないもんだって。語彙力って何？語彙力ってのでも、トヨタさんなんかすごく語彙力があってね、ラジオのパーソナリティなんかめちゃくちゃしておりますしね。例えツッコミ、上田さんみたいな。クレーム、クリームシチュー、クリームシチューのね。ね、語彙力みたいな大事になってくるから ね、ツッコミとかは特にそうですよね。語彙力っていうか、だから引き出しだよね、要はね。そうそう、ね、みんなそもそもあるじゃん、うん、語彙が。女子の方が多いか。え、そうですか。あ、まあいろんなところからね、情報収集してるからね。流行りの言葉とかはね、あるからね。でもこれは作家さんの語彙力。そうです。作品の話をされちゃうと。そこはもう作家さんにはかないませんから、はい、本当に変わらないですね。続いて、はいはい、ピクミンネーム仮面ライターケンタロスさん。ん、こやつはわしのやつやな。じゃのやつや。好きな男の子がいる女子は、湯船に浸かっている時、湯船に浮かせてるアヒルのおもちゃをツンツンさせて、好きな男の子のことを考えて湯船に顔をブクブクしてるんじゃろ。またジャロだった。またジャロだ。あ、油断してた。普通に読んだけど、ジャロがの潜んでた。びっくりした。ジャロがいた。ジャロに相談したらええんじゃろ。ジャロ。ジャロ。それ前も言ってた。これ広告のね。やっぱダメダメ3匹に捕まっちゃいけないけど。何の話だったか全然また入ってこなかった。今はあのジャロの話してたけど、うん、あの女の子は湯船に浸かってた時にアヒルに対してツンツン、男の子のことを考えながらツンツンして、恥ずかしくなって湯船でブクブクブクってなってるんじゃろ。誰？そんな人いないよ。なってるやろ。やろ、あ、トヨタさんや、なってるやろの。あ、よくブクブクしとるよ。アヒル持って、アヒル持ってツンツンして。アヒルいる？いる。話しかけんの？なんて話しかけんの、アヒルに。ああ、アヒル語。アヒル語でもない。アヒル語でもない。アヒルの鳴き声。それはやべえ女だよ、関わんない方がいい。そんな女、そういう女はやめた方がいいよ。ドラマではね、確かによく見るけど、それは需要があると分かっているから。まあ、分かりやすいだけだよね。そうそう。悩んでるんです、私を分かりやすく表現する。一番分かりやすいテンプレなのよ。うん、じゃあ次。ラジオネーム、おみそさんから。どんなに自分好みのイケメンでも価値観が合わないとダメなもんですか？
仮に価値観が合うとすれば、僕たちみたいな雑魚男にもチャンスはあるんですか？しかも僕たちみたいなみたいなってすごいみんなと仲間にしたけど、いやこれは大事だよ。価値観合わなかったら別に顔関係ないでしょ。いや本当に顔なんか関係ないからね。関係ない、全然。価値観大事よ。そうだよ、趣味が合うですとか、うん、金銭感覚とかね、合うとかそういうのが大事ですけどね。これはみんなそうじゃない？うん、顔だけで価値観どうでもいいってなるのは10代までじゃない？うん、まあね、そう、あ、まあまあ、まあ、例えばだよ、うん、こう全然萌えさんと価値観がさ、うん、合わないっていうか、まあなんだろうな、全然こう金銭感覚とはそんなに合わない、食の趣味とかもあんまり合わない、でも顔が竹内涼真だった場合どうですか？竹内涼真かこれがこれが女ですこれが女ですこれが現実これが現実これが吉沢亮だったら吉沢亮かこれが女です、まあ、価値観がそれで合えばそりゃいい、そりゃいいです。それに越したことはないけど、でも大前提としてやっぱ価値観は大事よ。そうですよ、うん、が全然そんな自分をね、そう卑下することはないです。本当に人は顔だけじゃないからね、マジでね。はい、というわけでこんな感じで私たち女子ユニットのピクシスに話してほしい議題お待ちしております。以上、ピクシスは女性ユニットですのコーナーでした。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスで新しい君。ピクシスの夜空の下でミーティング、ピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして学校の宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net。 ピクシスの綴りは PYXIS です。はい、ということで第419回目の放送いかがでしたでしょうか。このコーナーはね続くみたい。あ、このコーナー続く、うんうん、このコーナー好きだったから嬉しい、ね、嬉しい嬉しい。いやでもほんと魅力がどこかに一個でもあればいいんですよ。人は魅力が全然ないけど顔が高橋一生だったら、どうしてかやらせんなよさっきからやめろよやらせんなよ、それの振りされたら乗っちゃうからやめてくれよ、一生か今好きかなと思って、今大好きですけどね、うん、天国と地獄で今本当にホットなんでね、うん、はい、それでは今夜はこの辺で別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバーイ。